はい、皆様こんにちは。夜見る方はこんばんは。服部号のポエトリーサロン第7回、死の世界の徹子の部屋を目指して、後ろにねポエトリーサロンというね、前回字が逆さに写っていたということが判明しまして、今回僕がそれを、印刷したものを手書きでマッキーマジックで書いてですね、したら今度右と左が逆になってるというね、だんだん良くなっていきますからね、皆さんね、ポエトリーサロンと僕の顔がありますけど、だんだん進化していきますからね、はい、なんか昔のように字が逆、反対から反対に始まっているという、今回の素敵なゲストは、詩人で歌うたいの三種門さんに登場してもらいましょう。お願いします。じゃあ私はちょっとマスクをして、じゃあちょっとどんな素敵な歌うたいかということで、素顔を見せていただいたことで、ね、まだでも1回何回あっただろうね、2回ぐらいだよね多分ね。そうですね。あ、今日3回目。はい、そんな感じになります。ね、3度目の正直ということで、いい男が来てくれました。早速三種門さんのね、すごいね、人といろいろ出会うと名前を覚えられない今日この頃なんですけど、三種門さんは、名前はどういうところから来てるって言ってましたかね。そうですね、僕話せばあれなんですが、本名が三四郎っていう名前なんですけど、うん、その三四郎の三子 と、昔なんか教科書で習った記憶のある三種門さんという哲学者の方がいて、プラスまあ、ドラえもん的なキャラクター的な感じで、こう三四郎、三四門でドラえもんが合体して、でまあ三カタカナで三四天門で三四門っていうんですけど、三つの融合みたいな感じでね、ちょっと調べたところによると、三四門のカタカナでもいいんだけど、たたえる、何々のもの、詩を称えるものみたいな感じなんですかね。あ、そうです。それを最近急に自分で思いついて、今決まったわけじゃないですか。そうです。なるほど。そうですか。でもね、すごいですね。ドラえもんと哲学者の三種門と、ね、そのっていう本人の歌うたい、詩人歌うたい三種門が複合体であるという。そう。これはね、興味深い存在だなと。思いますよね、本当にね、ありがたいです、ね。ちょっとカメラごめんなさいね、これで。それで、まあ、ちょっと話は続けますけど、ですね、でも三種門っていう哲学者は、なんか簡単に言うとどんな哲学とかってあります？すごい三種門、もしその三種門さんの世の中ファンいたら怒られそうなんですけど、全然詳しくなくて、ただ労働はこう何よりも、労働を結構働くことを重視するというか、なんか好きな知識だと渋沢さんと結構近いですらしくて、なるほど、やっぱり人として働き、そして三種門さんは歌きながら働きながら歌うっていう、すごい忙しい中ですね、楽しく楽しくやらせていただいてます。そうですか。楽しんでますか、忙しい中ね、日々ね。そうですね、楽しくや、なんかすごいこんな時ですから、楽しく やらせてもらってます。逆にこんな時だからこそ、楽しいことを意識してという。はい、あ、それもあるかもしれないですね。そういう、ね、秘訣もあるのかもしれませんけどね。まあ、三種門さん的には、歌を4年ぐらい前にね、すごい今充実して、コロナ禍ながらもね、活動を頑張っていますけど、4年前ぐらいに歌うたいに目覚めたきっかけがあったそうで、はい、そうなんですね。急にというか、昔はただギターを弾くだけだったんですけども、こう急にですね、友部雅人さんという、いいですね、素晴らしいフォークシンガーでもあり詩人でもある方の、存在はブルーハーツとかクロマニオンズギターのリストの真島雅俊さんのソロアルバム、夏の抜け殻っていうアルバムで、友部雅人さんのカバーを彼がしてたので、名前は知ってたんですけど、最近というかその4年前ぐらいに YouTube で友部雅人さんが誰かのお葬式の後のような時の外のプライベートな映像でこう2曲歌ってる動画があって、それを聞いた時になんかバリバリバリって電撃が走って、自分も歌作ってみたいって思ってしまったんですよ。
打たれたわけですね。やっぱりその友を送る友部雅人さんなりのなんかね送り方というかね、はい、そういうものが音楽で理屈じゃないものがプラスアルファで、はい、それをいい意味でというかね見てしまったという意味で歌い始めたということですね。はい、はい、なるほどね。まあなんというかそういうわけで歌い始めて、そうですね、まあ三四門さんは金ピカの思い出もあるらしいという話を聞きましたけど、やっぱりライブをやってる中で特にあこれは嬉しかったなとか金ピカの思い出だなみたいなことは例えばどんなことがあったんですかね。そうですね、やっぱりこうなんかこう仲間が増えてったり友達が増えていくのももちろんですけど、うん、具体的にはこう聞いてくれた人が三四門さんの歌はこう耳じゃなくて、うん、胸に届くんですよねみたいな感じで言ってくれた時は胸に届く、ギャルがそのダンディーな声のダンディーなギャルが、あダンディーなギャルなんて言ないからさ、ギャルでも嬉しいけどね、誰に言われても嬉しいですけど、あなるほどね、すごいね、ね、そんな三四門さんですが早速、はい、じゃあ今日は最初が弾き語りでライブを歌っていただけるということで、今私がこのいつもゲストさんに言うんですけど楽屋に今なって僕がカメラを持ってて呼びますので、はい、ジェンズカフェのステージが今日のゲストも待っています。じゃあジジ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 ジ移動します。移動型カメラもおなじみになりました。よいしょ。じゃあ三四門さんのお呼びしましょう。弾き語りライブでーす。お願いします。素敵な舞台。本に囲まれて歌わせていただきます。ベンズカフェの舞台です。きらびやかなエントランス、
裏ではネズミの歩き回るゴミの山。午前5時になれば黒い鳥がこの街の王様になるだろう。髪を染めた男たちは化粧で汚れた女に声をかけ、希望に燃えていたはずのおまわりさんは安全な道をただ歩くだけ。かつて君と来たこの街、僕は溶け込んでしまっちゃいないさ。ネオンサインを僕の声が染めてゆく。バナナのような月が空にぶら下がっている。バナナのような月が空にぶら下がっている。イエー、ありがとうございます。サンちゃん、ええ男。じゃあ早速ね、どうですか、もうね、戻りましょう、はい、独り占めですよ私このライブ、独り占めにしないように記録取ってるんですけどね、ね、ベンズカフェの舞台どうでしたか。いや、すごいなんか響く感じもすごい気持ちよくて、うん、ね、すごいなんか嬉しく歌えました、うん、ありがとうございます、ね、素敵な歌声が響いてましたけどね。さてさて、またインタビューするというね、忙しい番組ですいませんね、うんうんうん、いやーほんとね、素敵な歌声で、まあこれがね、まあ何ですか、このバナナムーン、バナナムーンってことで、はい、あれですかね、そのこういういろんな哀愁や悲しみや苦労や時には喜びもあるこの世界でバナナムーンってことで、なんか世界をちょっと違って眺めたいみたいなところがあるのかなとかちょっと想像したんですけどね。はい、そうですね、その、まあ、その詩自体は、詩だったり歌詞はその聞いてくれた人が捉えたように、うん、詩で、まあ、僕がこうですっていうわけではないんですけど、でもそうですね、そういう感覚はあります、うんうんうん、あとこのグッときたのがね、最後の方にね、この街に溶け込んでしまわないさっていうところでグッとまたおじちゃんはおじさんは来るわけですけど、街に溶け込んでしまわないさってことは三種門さんにとってどんなことなのかなと思いながら聞いてたんですけど、そうですね、溶け込む、まあ、そう溶け込むことっていうのが、まあ、なんていうんですかね、業にいた業に従えっていうことは、うん、まあ、僕はすごいいいことだと思うし、うん、と思うんですけど、なんかその業に入りすぎてしまって、うん、もうそこに絡め取られてしまって自分で亡くなってしまったりとか誰かの意見に左右されすぎてしまったりっていう風になってしまうのはちょっと違う気もしてて、だから、うん、溶け込まってしまわないっていうのはそこから、うん、それこそそのさっきおさえてくれたみたいにちょっと遠くから眺めてみたりとか、うん、その内側に過ぎないっていう感覚はあります、うんうん、みんなのそれぞれ自分らしい色を失わないようにっていう願いもあるんでしょうね。はい、そんな本当素敵なライブ、本当贅沢しちゃったな。じゃあちょっと1分ですいませんけど、お知らせの方をお願いします。はい、今日は7月16日なんで、ですね、ライブはこのちょこちょこやらせていただいてて、7月の21日ですね、水曜日夜7時ぐらいからですね、赤坂にある海須という旧料亭のお店で砂漠の水というアートイベントが行われているんですけども、そこの 中でこう歌わせていただくっていうのと、7月23日八王子グルママというところですね、で7月30日八王子大吉というところで佐伯健陽さんとボンの三郎さんと3人で歌わせていただくっていう感じですね。ツイッター、フェイスブック、インスタ、インスタはちょっと情報遅いんですけど、ツイッター、フェイスブックだと僕の三四門の
オフィシャルホームページからそちらで確認していただけたら、うん、カタカナでサンシードットモン、はい、サンシモンですね、はい、長くなっちゃいました、はい、いえいえ、砂漠から大吉まで、はい、幅広い場で歌うサンシモンさんです。2週間後もまた出ていただけるということで、はい、お願いします。いや、来ていただいて嬉しいです。ありがとうございます。